どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのポイント獲得キャンペーンがですね開始になりますので、本日はこちらの解説ねやっていきたいなと思います。2021年8月27日現在ですね、ヒルトンホテルっていうのはポイント獲得キャンペーンねやってるんですよね。今やってるキャンペーンがですね9月の6日でね終了するんですけども、今回のキャンペーンはですね9月の7日から開始ということで、ヒルトンホテルに関してはですねずっとキャンペーンね継続してやってるんですよね。ということで9月7日以降もですねお得にね宿泊することができるって形になっておりますので、今後ねヒルトンホテルね宿泊予定されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ね、キャンペーンの内容入っていきたいなと思うんですけども、こちらですね、パワーアップユアポイントということで、こちらね、最大3倍のね、ポイントが獲得できるキャンペーンっていう風になっております。で、キャンペーンのね、期間なんですけども、2021年の9月の7日から2021年12月31日までっていう風になっておりまして、エントリー必須っていう風になります。で、エントリーフォームはですね、概要欄に載せておきますので、そちらからね、エントリー確実にね、してください。で、今回のキャンペーンの特典なんですけども、最大ベースポイントが3倍ね獲得することができるっていった形になります。で、このキャンペーンのねポイント獲得の上限ですね、こちらはなしっていう風になっておりまして、ポイント付与に関しては滞在完了後6週間から8週間以内にね付与されるっていった形になります。ということで、今回のキャンペーンはですね、動画の冒頭でもね言いましたけども、9月の7日からね始まるキャンペーンという風になっておりまして、2021年8月27日現在ですね、まだねこちらのキャンペーンがやってるんですよね。ご旅行をもっとお得に最大3番ポイントということで、今もね3倍のポイントが獲得できるねキャンペーンが行われているわけなんですけども、9月7日からですねまたね3倍のポイントが最大ねもらえるキャンペーンが開始になるっていった形になっておりまして、キャンペーンの内容もですね微妙にね違っておりますので、ちょっとその点もねこれから解説していきたいなと思います。まずですね、期間なんですけども、9月の7日から2021年12月の31日までということで、こちらね31日までにチェックアウトする必要があるキャンペーンという風になります。こちら1月1日をね迎えてチェックアウトをねしてしまうと、このキャンペーンは対象外っていう風になりますんで、この点はね注意していただきたいなと思います。でですね、今回のキャンペーンなんですけども、ダブルポイントもしくはトリプルポイントがねもらえるキャンペーンという風になっておりまして、ダブルとトリプルでね分かれているんですよね。で、ダブルの方はですね基本的に誰が利用しても滞在ごとにですねベースポイントがダブルでねもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。で、このベースポイントっていうのはねまあキーなんですけども、このベースポイントっていうのはですね、規約をね見ていただくと、対象となる客室のお支払い1ドルに対して10ヒルトンオナーズベースポイントを獲得することができるっていった形になっておりまして、で、この対象となる客室の支払いって何ですかっていう話なんですけども、こちらはですねヒルトンホテルに滞在した時に客室料金とその他部屋付けにした料金、こちらルームサービスを含むっていった形になっておりまして、こちらがですね1ドルごとに10ベースポイントがね獲得することができるっていった形になってるんですよね。ですんで、これがベースポイントっていった形になりますので、ヒルトンホテルね宿泊していただくと、まあこちらね私の宿泊履歴のポイントの合計なんですけども、こういった感じでいろんなポイントがね入ってくるっていう風になるわけなんですけども、このキャンペーンでまあ今ねダブルの方を解説してるんで、ダブルになるねポイントっていうのはこのベースポイントがダブルになるっていった形になりますんで、このもらえるポイントがね全部ダブルになったり、まあこの後トリプルの方も紹介するんですけども、トリプルになったりするわけではなくてですね、このベースポイントだけがダブルになって獲得することができるっていった形になるんですよね。ですんで、この点はですね勘違いされないようにね注意していただきたいなと思います。先ほどもね言いました通り、このダブルポイントに関してはですね、誰でもですねキャンペーンにエントリーして利用していただければですね、ベースポイントに対してダブルポイントをね獲得することができるキャンペーンっていう風に
なってるんですよね。でですね、トリプルポイントの方なんですけども、3倍の方ですね。こちらはですね、キャンペーン期間中にですね、ヒルトンホテルに滞在するときにですね、その時の支払いをですね、ヒルトンのクレジットカードで利用するとですね、獲得したベースポイントの2倍相当のボーナスポイントをね、受け取ることができるっていった形になるんですよね。ですんで、獲得したベースポイントプラス2倍相当のボーナスポイントを受け取ることができるっていう風になりますんで、合計3倍のねベースポイントが獲得することができるっていった形になるんですよね。で、私はですね、2021年の3月頃にね、こちらヒルトンオーナーズアメリカンエクスプレスプレミアムカードの方なんですけども、こちら発行しておりますので、まあ私がね、このキャンペーン期間中にこのクレジットカードでヒルトンホテルにね滞在して決済すればですね、3倍のねベースポイントを獲得することができるっていった形になってるんですよね。で、この対象のねヒルトンホテルのクレジットカードに関してなんですけども、こちらのヒルトンアメックスクレジットカード、それ以外にもですね、前のヒルトンビザゴールド住友カード、ヒルトンビザクラシック住友カードだったり、ビザプラチナ住友カードっていう記載もあるんですよね。ちょっとね、こちらで利用されたい方は一回ディスク確認された方がいいかなと思いますね。このビザプラチナム住友カードっていうのはどれを指してるのかちょっとわからないので、まあこの点はね、覚えておいてください。まあこういった感じでですね、ヒルトンホテルはこのキャンペーンでですね、ボーナスポイントね3倍獲得したい場合はですね、ヒルトンホテルのねクレジットカードにしてくださいっていう感じで、まあキャンペーンでね、こういった感じにしてきてるんですよね。まあ今まではね、こういったキャンペーンで支払い方法をね、指定してくるみたいなことはなかったわけなんですけども、今後ね、こういったのがね、入ってくるのかもしれないですね。ちょっとね、びっくりなわけなんですけども、先日ね、私の動画で解説させていただきましたけども、ヒルトンアメックスね、今入会キャンペーンね、ポイントをアップしておりますので、まあこちらもね、まあ今のところね、終了期限ね、いただいておりませんので、しばらくやってるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今後ねヒルトンホテルね利用されたいっていう方はですね、今ね発行しておくのがねいいのかなっていうふうに思います。まあこちらね、入会キャンペーンでポイントパワーアップはねすごいしてるんですけども、まあ私の動画でね何回も言っておりますけども、ヒルトンホテルはね今アメリカ国内で朝食特典っていうのをゴールドダイヤモンドね廃止しておりまして、それの代替でホテルクレジットっていうね振り替えになってるんですよね。まあこれがね、一応2021年で終了する予定なんですけども、今現時代来年どうなるか分かりませんし、今後ね日本に入ってくるかもしれないっていうのはちょっと全然分かりませんので、まあこの点をね、目をつぶれるならっていう感じですかね。この点をご了承いただけるんだったらですね、今現時点でねヒルトンアメックスの入会キャンペーンねパワーアップしておりますので、入会するならね今はチャンスかなっていうふうに思います。ということで、今回ですね、ヒルトンホテルのね、ポイントを多くもらえるキャンペーンね、解説させていただきましたけども、冒頭に言った通りね、今回の解説させていただいたキャンペーンは、9月の7日から開始になるということで、今現時点では前回のキャンペーンがやっておりますので、この点をね、注意してください。またですね、今回のキャンペーンね、9月7日から12月31日までね行われているということで、まあ年末のね宿泊に関しても今回のねこの2倍3倍のポイントね獲得することができるっていった形になっておりますんで、かなりねお得に利用することができるのではないのかなと思います。ぜひねエントリーだけね忘れずに利用ねしていただきたいなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANMR、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモバイルホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。